施設を出て兄貴の舎弟になった。あまり金なかったけど楽しかったな。風切って街歩いてた。ある時兄貴が大門会が密輸してる物を横取りして一儲けしようって言い出したんだ。俺兄貴が好きだった。兄貴の言うことなら何でも聞いた。大門会の親分もやったんだ。まだ17だった。怖くなって貨物船に隠れて南米まで逃げたよ。でも外国に逃げても毎日日本のことや兄貴たちのことを思ってた。孤児院にいる時と同じだった。やっとの思いで帰ってきたら何もかもが変わってた。砂浜もなくなってた。兄貴は松田組を作ってた。俺のことは邪魔になって、大門会や組長の仇だって俺を狙うし、おまけに警察まで。また一人よ。そういう星の下に生まれたのか。また来やがった。何なの。俺を狙ってるやつだ。しっかり捕まってろよ。もう時間がないんだ。よく聞いてくれ。今この世で頼りになるのはお前だけだ。頼む、助けてくれ。これが最後の頼みだ。このテープを大門会の石川という男に届けてくれ。電話番号はこれだ。もう兄貴でも何でもなくなったよ。何年か前、貨物船に積み込んだ役が港に着いてみると全てが消えていた。全て兄貴の企みだった。組長の指紋を出した。全ての真実がこのテープの中に吹き込んである。石川さんですか？